Hello, hi, welcome to the Konnichiwa one. Try thingy, this one. I haven't done it yet. Yeah, okay. Oh, I guess the canopy one will be, Zilonin? I think that's how you say her name. But yeah, let's go. Now, this should be voice. Yeah. Who are you? Why am I you? お、よろしくな。でも、オイラたち、ただの通りすがりなんだけど。え?友達を呼んで手伝ってもらうことにしたって、山下おじちゃんが言ってたのに。 I don't know. I'm afraid we don't know who is Sanka. なんかよくわかんないけど、勘違いしてるんじゃないか? The first time Paimon is not offering help. まずいふに、きっと騙されたんだ。あのメガネ、やっぱ嘘つきだったんだよ。じゃあ、竜の赤ちゃんたちはどうすればいいの?もうあんまり時間がないのに。一旦落ち着いてくれ。竜の赤ちゃんがどうしたって言うんだ?最近、集落が物騒でね。パパの竜に不幸なことがあったんだ。その竜は、 なんなって名前で赤ちゃんが3頭いるの。でも、その出来事の後に赤ちゃんたちが怯えてどこかに行っちゃって。だから、私たち心配で探しに来たんだ。 お父さんの竜か。お父さんは手伝ってくれないのか? パパは、集落で長老のような役を任されてて、開園の夜の準備をしてるの。 その準備ってすっごく重要だし、赤ちゃんよりも優先すべきことだから。パパに内緒で出てきたんだけど、すぐに見つけられると思ったのに、さっきおじちゃんにあれこれ聞かれたせいで、だいぶ時間を使っちゃったんだ。くそ、あのメガネ、人の心ってもんがないのかよ。そうかっかすんなって。あんま手間のかかることじゃなさそうだし、手伝ってやるぜ。 So, where are they? Oh, button. Okay, Paimon, I choose you. Did we announce ourselves? Hey, 部族の人だって、そう簡単には登れないんだ。竜の赤ちゃんたちは崖の上にいるんだよな。上に行く方法を考え。はい。あま?私たちはここで待ってるから。キュッ。OK。 I lost Paimon? Are they up there? Hi! You have glasses on. Hi. Well, maybe there's one below. There you are. Oh, Poggy. Who's my little pork champ? Hello, Poochie. What the hell are you doing here? リュウの赤ちゃんがいたぞ。おれ、隣にいるのってアホじゃないか。なんだ。我が従者の悪友ではないか。山の下から我が輩の勇姿を目撃して、わざわざ貢ぎ物を届けに来たのか? どうやら先日会った時、我が輩の華麗な姿がその心に深く刻まれたようだな。困ったものだ。さあ、我が輩の足に口づけするといい。偉大なる聖竜ククルアハウを崇めることを許そう。Are you okay?
キーニチの手下だろ。何勝手なこと言ってんだよ。前に会った時よりも面倒なやつになってるな。タゲ、手下とはまた我が輩は竜の頂点に立つ烈焔の国の至高なる領主だぞ。この前はキーニチがどうしてもと頭を下げるから何時らに言葉をかけてやったのだ。なんだよ、キーニチに閉じ込められてたくせによく言うぜ。So little munchkin, what you doing up here? 領主と呼ぶのだ。この偉大なる聖竜ククラーハウを怒らせるつもりか。何時の罪は開園に千年焼かれる刑に値するぞ。我が輩は従者の懇願に応え、先日からウィッツトラン付近で起きたアビスの事件を調べているのだ。アビスの事件？そこの小さな爬虫類を見たか？その母親、中くらいの爬虫類はアビスの力に侵され錯乱状態に陥り、我が輩の従者の一族を、そして自分の子孫を襲った。そんな、そいつは今どうなってるんだ？下等な爬虫類がアビスに長く抗えると思うか？もちろん八神の国へと旅立った。なんと弱い生き物だ。崖から飛び降りて命を絶ったという。Little munchkin, jeez. 空飛ぶ白いアリンコ、その疑問の数々を書き殴ったような間の抜けた顔へ寄せ。偉大なる聖竜ククルアハウは誰かさんの願いを叶える泉ではないぞ。誰が空飛ぶ白いアリンコだ。くぬー、お前に変なあだ名をつけてやるぞ。 Oh god。 近くからかすかにアビスの気配を感じる。邪悪な術師が隠れているに違いない。もし怪しげなよそ者に出くわしたらじっくり尋問しなければな。怪しげなよそ者ってトーマスにオイラたちのことを言ってるんじゃないだろうな。はっ、下僕の心を持って領主を図るとは。何時らが我が従者の悪友でなければとっくにボコボコのボコであったぞ。崇めるのが目的でないならさっさと去るがいい。偉大なる聖竜ククルアハウは用事を済まさなければならないからな。なんなんだよあいつ、あの口の悪さ、ほんとムカつくぞ。でもまさかこの近くにもアビスの脅威がある。まあ今は置いとくか。まずはフニに報告しに行こうぜ。What? Paimon, pick your dialogue. こんなに早く戻ってくるなんてすごいな。 That was fast. 赤ちゃんが無事でよかった。これで安心してお家に帰れる。お姉ちゃんたちありがとう。これくらい気にしなくていいぞ。大した手間じゃなかったからな。ずいぶん高い山を登ったからきっと大変だったでしょう。お姉ちゃんたちの格好を見た感じここの人じゃないよね。よかったら私の家で休んでかない？おう、かがり木の民のおもてなしを見せてやろうぜ。さっきのメガネと違ってすごくいいやつだし。 Who's this glasses guy? その口ぶりからしてそいつも外から来たやつだったのか。うん、ナタの服装じゃなかった。今思い返してみるとやっぱり怪しかったね。怪しいよそ者ってことか。まさかアハウが言ってたのって。 Could you tell us a little bit more about him? あのおじちゃんに興味があるの？もちろんいいや。ねおじちゃん、今ズームの物語を教えたでしょ。いつになったら赤ちゃんを探しに行ってくれるの？もう一つ教えてくれ。今度はあの炎の話をしよう。巨大な透明の炎は500年、1000年、あるいは数えきれない年月の間ずっと燃え続けているとおじちゃんは聞いた。開演のことだな。コメのマリポはその伝説から生まれたんだぜ。
おお、コメの起源なのか。すごいな。うん、すべてのコメには起源となる伝説があるんだよ。伝説によると、寛永はナタ大同盟の時代に現れたものなの。暴君オチカンがナタの統治と、それから反対するものを鎮圧するときに使ったんだって。寛永は普通の炎と違ってね、火をつけられた人は背中に焼けるような痛みを感じるけど、すぐには死なないんだ。でも絶対に振り返っちゃいけないんだよ。振り返ってはいけない？振り返ったらすぐ燃えて灰になっちゃうんだ。おお、服や荷物だけならまだしも人間そのものを燃やすとは、何とも残忍だな。でしょ？背中を燃やした上に振り返っちゃいけないなんてひどすぎるよね。オチカンって本当暴君だよ。だがそういう伝説では誰かが立ち上がって反旗を翻すのがお決まりだろ。これヘラー。分かってんじゃん、メガネのおっちゃん。その通りだぜ。立ち上がったのは我ら、かがり木の民の祖先、ユパンキ様だった。うん、ユパンキ様は当時の軍事用品の管理官で、暴君のオチカンと最初の隣人、シュバランケ様とは友人だったの。シュバランケ is the first uncle? そんなユパンキ様は、オチカンの残酷な統治をよく思ってなかったんだ。That's interesting. 肝炎をこっそり盗んで、暴君の軍隊に投げつけたの。その勢いは誰にも止められなくて、兵士たちは全員燃えて灰になったんだって。こうしてご先祖様は人々を解放したけど、町から脱出するときに後ろからオチカンの声が聞こえたのか、ユパンキ様は振り返っちゃったの。そこにあったのは焼け焦げた町と力尽きた兵士、そして燃え盛る炎だけだった。次の瞬間、彼の瞳に映ってた炎が急に飛び出してご先祖様を飲み込んでしまうの。振り返って一目見ただけなのに灰になるまで燃えちまうんだ。それは果たして炎を盗んだ代償なのか、それとも振り返ったからなのだろうか。さあな。けどユパンキ様の炎は他のよりずっと激しくて100日間燃え続けたらしいぜ。それは最終的に地脈に大きな穴を開けたんだとか。こうで炎はシュッと真っ暗な矢神の国に落ちて今も燃え続けてるんだってさ。大人たちが言うにはその炎は往生の道を照らすものなんだって。それに死者はその炎を受け入れて焼かれないと正常な身で来世を迎えられないみたい。まるで一生を振り返って審問を受けるかのように。だからそれはユパン期の開演って呼ばれてるの。ほほう、なんと詩的な物語だ。それで矢神の国でその炎を見られるのだろうか。知らないよ。だってただの伝説でしょ。You're talking to a bunch of kids. その古名を継承した人はいるんだよな。もちろん。例えば開演の夜で祀られた英雄ブルキナとかな。まあその人は500年も前の人だけど。うん、今この古名を継いでるのはキーニチお兄ちゃんだよ。マリポのキーニチ。キーニチ。そろそろいいだろ、メガネのおっちゃん。もう物語をたくさん教えたし、赤ちゃんを探してきてくれよ。ああ、でも開演の伝説では振り返っちゃいけないとあるだろ。だから過去の話を振り返るのはやめよう。そうだ、そのキーニジとかいう人のことを教えてくれ。そこが重要なんでな。The kid is like, enough, bro.どうしたとば、今にも人を責めそうな目をして。
いけないぞ、それは大人の特権なのだから。おじちゃん、嘘をついたら死んだ後怪獣に焼かれちゃうんだからね。それはこの国の炎だ、よそ者には効かないだろう。おじちゃんはここの人じゃないんでね。わお、コンフィデンス、ん、I will make sure you die 100%。いいか子供たちよ、ただで物語を聞くつもりはない。おじちゃんは二人の友達を呼んだんだ。うん、報酬はその二人が払おう。思いっきりこぎ使ってやってくれ。遠慮はいらないからね。 Who the hell are you? I don't even know who you are. It's probably the abyss. I wouldn't be surprised. 山の下で出会ったのだから。そうだな。おじちゃんの名前は。Too casual to know me. As if we are friends. Yeah, okay, buddy. 本当なの？ああ、信じられないなら振り返ってみてくれ。その二人はもう来ているぞ。Okay. I'm gonna kill him. めちゃくちゃ怪しいやつだな。なんかコメイのことをいろいろ探ってるみたいだ。だろ？おのれクソメガネ騙しやがって。今に見てろよ。でもあのおじちゃんはただ物語を聞いてきただけだし、危ない人じゃないんじゃない？旅人。一応キーニチに知らせた方がいいんじゃないか。あのうざったいアハウが調べてるとはいえ、なんだか頼りない気がするし。あれ、二人もキーニチお兄ちゃんを知ってるの？ Yes。 別に親しいわけじゃないけど会ったことあるぜ。それに一緒にご飯を食べたこともあるぞ。いいな、俺キーニチお兄ちゃんと喋ったことないんだ。お兄ちゃんって部族の竜狩人ですっげえコメを持ってるし、とにかくかっこいいんだ。でも私のパパはそんな好きじゃないみたい。あんまり関わらないようにって言われてるんだ。きっとお兄ちゃんのそばにいるあのでかくて選ぶってるやつのせいだよ。I see。 それってクフルアハウってやつだろ。あの態度ほんと腹立つよな。でしょ、キーニチお兄ちゃんがあいつを仲間にした理由がわからないよ。どうして私じゃダメなんだろう。やばい、フニ、外に出てもうだいぶ時間が経ってるぞ。そろそろ帰らないと怒られる。It's late. そうだね。Do you see the sun? お姉ちゃんたち、この道に沿って進めば私たちの集落に着くから。もし立ち寄るなら必ず家に遊びに来てね。あ、それと困ったことがあったら助けるよ、パパに言っとくよ。待ってるからね。じゃあお姉ちゃんたち、またな。 Is this act one? That's quite long actually. It's mostly the talking, I guess. フニ、なぜ一人で外に出たんだ。危ないだろう。トバもいたし、通りすがりの優しい人も助けてくれたから。優しい人？顔に優しいって書いてあったのか。いくつ書いてあったの。100個。口の減らない子だ。山の王のこともまだ解決していないというのに、フニにもしものことがあったらどうする。今日は晩御飯抜きだからな。晩御飯抜きでも100個は100個だもん。やあフニ、また会えたな。パイモンお姉ちゃんに、旅人のお姉ちゃん、パパ、この人たちが助けてくれたんだよ。おもてなしするって約束したの。おお、あんたたちが例の優しい人か。Is the floor shiny as hell? What the hell is going on? 何か欲しいものがあれば遠慮なく言ってくれ。私はかがり木の民のトリニダード。Trinidad? Okay, bro.
それにあんたたちは賢そうだ。そう無理な要求もしないだろう。Of course, we asked for 1 million more. We just happened to pass by, so we lent a hand. What was happening? そうそう、俺らたちは恩を着せようと思ったわけじゃないぞ。ああ、そうだといいんだが。パパ、この人たちは悪い人じゃないよ。キイニチお兄ちゃんとも一緒にご飯を食べたことあるんだって。だから、そんな態度はやめてよ。キイニチ？そういえば。聖火競技場に謎の違法の旅人が二人現れたと聞いたが、まさか。あ、yes。そしてオイラのことだ。失礼なことを言って申し訳なかった。最近は部族のことで頭がいっぱいでな。恥ずかしながら。さっきの言葉は撤回させてもらえないだろうか。It seems the elders know more of what's going on. オイラたちも心が狭いわけじゃないし、船が無事に帰ってるのを見て安心したから気にしないぜ。二人はまだ来たばかりだろう。今夜は私がもてなそう。どうだ。おじさん、態度をコロコロ変えすぎじゃないか。顔色が面白いことになっているぞ。Save the VIP treatment. If you need a favor, let's talk. Ah, すご腕の旅人よ。その輝く瞳の中には知恵の光が宿っているようだ。ふに、先に中に入っていてくれ。パパは旅人たちと大事な話をしなければならない。わかった。ちゃんとパイモンお姉ちゃんと旅人のお姉ちゃんをおもてなししてね。I think your dad knows that.オイラたちに頼みたいことがあるんだな。まあできるかどうか保証しないけど。これは一大事でね。まずは私の話を最後まで聞いてくれないか。古来よりかがり木の民には開演の夜という伝統的な儀式が存在する。500年前の先祖ブルキナとその仲間山の王のコンガマトを祀るためのものだ。ブルキナはコメマリポーの強いので、コンガマ島は強いユムカ流の戦士だ。彼らはかつて肩を並べアビスと戦っていた。そして最終的に勝利をつかむのだが、ブルキナは命を落とし、山の王は汚染により今も深い眠りに落ちている。ユムカ流の寿命はせいぜい100年程度だ。そのため山の王には何かしら異常が起きているのだろう。もしかしたらアビスの影響で他とは違う個体になったのかもしれない。Oh, so he's alive? ああ、山の王は私たちにとって生きた栄誉だ。しかし、その栄誉には代償が伴う。山の王の体内にあるアビスのエネルギーは非常に不安定なものなんだ。刺激を受けてひとたび目覚めれば。狂ったように周囲にいるすべての生き物を攻撃する。だから開演の夜には毎年祭司の他にも重要な任務がある。山の王の体内にあるアビスの力を取り除き引き続き眠ってもらうんだ。知っての通りナタでは最近アビスの被害が頻発している。それにより山の王の眠りもますます不安定になってきた。前回の開演の夜からわずか5ヶ月しか経っていないというのにまた暴れ出しそうになってな。え、目覚めちゃったのか。ああ、すぐに簡易的な儀式を行いどうにか抑えたが、いつまた目覚めるかわからない。私の仲間だったナンナは今回の儀式で山の王に傷つけられ、溢れ出たアビスの影響を受けてしまった。その話なら聞いたぞ。本当に気の毒だな。ナンナのような剣は何も今回が初めてではない。とにかく今は開演の夜を取り行うのに適した勇者者が必要でね。二人の冒険団は耳にしたことがある。あんたたちであれば適任だ。Do you, I thought you have a bearer in the tribe, no?もちろん、
私たちにはマリポの名を継承した英雄がいる。あ、キニチのことだな。そうだ、彼は本物の英雄だよ。今頃モラを稼ぐためにきっと勤しんでるだろう。彼を見つけた時なんて言われたと思う？追加の儀式なら追加料金だ。一体どんだけモラが大切なんだ。 At least he's predictable for over the Moga is yours, right? 陰であれこれ言いたくはないが、あいつが古名を手に入れたのはきっと大礼が転んで頭を打ったからだろう。英雄の名言が値段交渉だなんて聞いたこともない。それとその竜もだ。あの聖竜を自称するアハウってやつはもっと生意気で頭が悪い。おお、最後の部分はオイラも同意するぞ。とにかく一つ明らかなのは、別に彼にしかできない仕事ではないという点だ。今はもっと優れた人材が目の前にいるということで、どうだろうか。Why don't I talk to Kanish for you? あと数日で開演の夜だ。彼と値段交渉する時間は残されてない。どうかもう少し考えてくれないか。Okay, fine. ああ、感謝するよ。フニの言う通りだ。あんたたちの顔には優しいという言葉が100個も書いてある。裏山に案内しよう。そこで儀式の流れを把握してもらう。あんたたちは腕の立つベテランだ。きっとすぐコツをつかめるだろう。That was the beginning? Shut up. Well, at least you teleport me, man. この偉大なるクフルアハウ噂をしてんのは。おお、我らが偉大なるクフルアハウよ。お体にはくれぐれもお気をつけを。へ、アビスの虫けらが、その下品な口をさっさと閉じるんだな。お前の汚らわしさのせいで、この偉大なる聖竜クフルアハウに虫図が走る。アビス教団の使者である俺にとって、その言葉は実に身に染みるものだ。だが、個人としてはすごく傷ついたな。このネクラメガネ、もうすぐあの世行きだってのに、ぺちゃくちゃ喋りやがって、黙れっつってんだろ。おお、いつあの世に行くんだ。まだピンピンしているが。キーニチ殿、お前が伝説の狩人であることは疑わない。だが俺が捕まったのは、あくまで遠くに逃げる気がなかったからだ。かがり木の民には興味があるんでな。ふん、って、それだけか。アビスの来訪者がお前らに興味を持ってるんだぞ。その理由くらい知りたいだろう。Everything is interested。数日前山の上から飛び降りたものとぶつかってな。確かバンジージャンプと言ったか。Yeah, sure, okay, buddy. Yeah, okay.そんな自由で勇敢なかがり木の民を称えるために俺は絵を描いてた。HR looks weird here. うっせ、イノシシ野郎だな。ぶつかった衝撃で頭のネジでも抜けちまったのか。お前にお似合いのエクストリームスポーツは狩人との追いかけっこだっつーぬ。終わらない恐怖の中で身も心もヘトヘトになるまで逃げ回るんだ。で、最後は声だめにでも落っこっちまい。だがキーニチ殿は俺の命を奪うつもりがないようだ。それにこちらはもう腹の探り合いに飽きた。お互いにベストな距離ってやつを話し合おうじゃないか。人と人との間で一番大切なのは距離感だと聞いた。キーニチ殿はどう思う？お前が本当に興味を持ってるものは別にあるだろ。何？さあ、値段交渉と行こう。はい、okay, then at least he's smart about it. Well, extreme sport, dumbass. またアビスの汚染か。
山の王の暴走もあれと関係しているんだろう。あの松明が見えるか。あれは聖火競技場から持ってきた二級聖火だ。中にはエンジン様の力が秘められている。ってことはその聖火が伝説の開演なのか。八神の国に行って伝説の開演を持ってこれる者はいないさ。だが聖火はアビスの汚染を浄化するのに十分な力を持つ。儀式では開演とみなしていいだろう。へえ、じゃあ聖火を使ってあの汚れを消せばいいんだな。いや、あれはほんの一部に過ぎない。完全な儀式を行う場合もっと複雑だ。まず有価者はスタート地点で聖火の種火を取り、フックを使って空をかけながら全ての聖火の柱を灯していく。それから下って峡谷を抜け、途中にある聖火台を灯すんだ。そして山の王が眠る洞窟にたどり着いたら、最後に聖火の祭壇に火を入れる。優秀な有価者は一度も地面に足をつけることなくこれをこなす。認めたくはないが、キイニチにはできていた。へえ、ずっと空を飛んで落ちないようにするのか。 So can you, Paimon? オイラが飛んだところでできっこないぞ。だってこれかなり難しそうじゃんか。安心してくれ。もし地面に落ちても大丈夫だ。別に儀式の必須条件じゃないんでね。儀式で求められるのはただ一つ、振り返らないこと。有価者は常に前へと進みながら順番通りに聖火の柱に火をつけなくてはならない。引き返したらそれは先祖への冒涜だと思われてしまう。じゃあもし引き返したらどうなるんだ。火が消えちゃうとか。ああ、自分自身に火がつくかもしれないな。俺たちも今日その規則通りにやらないといけないのか。いや、今日は簡単な練習だから順番は気にしなくて大丈夫だ。聖火を使って汚れを取り除き、全ての聖火台に火をつけてくれればいい。準備はいいか。そう。もう一度おさらいしておこう。種火を取り、汚れを取り除き、全ての聖火台に火をつけてくれ。Oh, I actually can't understand why the elder has the gauntlet that is on his thingy compared to the hammer and the guitar. Okay. Yes, この種火を使って練習をさく。あっちにアビスの汚染があるぞ。聖火で片付けよう。Okay. Ah.Oh, upgrades the thingy. Okay. This is the project. Oh, a lot of baddies here. Yo, yaru ka? Tea. Kakatta na.Ignite! Or do I need to blow it up? Oh, goddammit. So annoying. I bet if I blow up the other thing, eh? Did he do anything? Why is some approach and some is not? やはり私の目に狂いはなかった。あんたはこれまでの候補者たちの中でも I'm not sure about that.
もし遊家の神なんて古名が存在したら、その有力候補になるだろう。パイマン could do it too。 おう、オイラが遊ぶ担当でも構わないならな。開演の夜まであと数日ある。無事に適切な有家者を見つけたと族長や他の重役たちに知らせないとな。そいつらの同意が必要なのか。何人かがキーニチに出てほしいと望んでいるんだ。でもそれは彼らがあんたに会ったことないからだろう。有価者を探すのはこの私の役目だ。ちゃんとあんたを押しておくよ。一つ確認したいんだけど、オイラたちよそ者にそんな重要な仕事を任せて本当にいいのか。あそこが見えるか。ブルキナと山の王が存在した時代よりもはるか昔、あそこはカガリギの民の故郷だった。だがある事件によって先祖たちはやむを得ずあそこを離れたんだ。今やそこは若者が勇気と冒険心を鍛える場所となっている。山の王の問題を無事解決しなければ同じ鉄を踏むのにそう時間はかからないだろう。さっきの質問に戻すが、そういうことがあったからこそあんたの実力なら全員うなずいてくれるはずだ。なるほど、本当に緊急事態みたいだな。後でうちに来てもらってもいいだろうか。儀式の詳細について話したいことがあるんだ。わかった、じゃあまた後でな。ああ、よろしく頼む。いろんな祭事に参加してきたけど、今回の依頼はちょっと変わった感じだな。一休みしてからトリニダードの家に行こうぜ。Are you stalking me, buddy? Hi? Bye?Yo. 旅人、パイモン。キーニチ、こんなところで会うなんて。オイラたちお前の話をしてたんだぜ。Hello. 担当直入に聞く。トリニダードの依頼を受けたらしいな。おい、開演の夜のことか。トリニダードはもともとお前に頼みたかったらしいんだけど。でも、なんていうか。そう動揺しないでいい。一つ言っておきたいことがあってな。トリニダードは本当の目的を隠してるかもしれない。あいつは山の王の問題を永久的に解決させようとしているんだ。What does it mean, once and for all? もう開演の夜をやらなくてもいいようにするってことか。うん。あいつはお前らの手を借り、山の王を矢神の国に返すつもりのようだ。矢神の国に返す？つまり山の王を殺そうとしてる。そんな物騒な言い方すんなよ。でもそれって本当なのか？なんだか信じられないけど。Don't worry, Paimon. We're not important. It's fine. もっと遠回しに言ってほしかったのか。うん。おそらくトリニダードはこう考えてる。お前らに山の王を倒してもらおう。I don't think it's any better, my guy. だって山の王はお前たちにとって生きた栄誉なんだろ。その栄誉の裏には代償が伴う。ああ。山の王は私たちにとって生きた栄誉だ。しかしその栄誉には代償が伴う。ナンナのような剣は何も今回が初めてではない。Is it because of his companion? ああ、ナンナのような剣はこれからも続くだろう。でもそれで山の極端すぎるぞ。How does that work exactly? アビスに汚染された山の王は
通常の災害とは異なる存在だ。数百年にわたり邪悪な力の侵食を受けてきた山の王の体はもはやアビスと一体化してると言っていい。アビスの力は山の王を狂わせた元凶だが、同時にその命もつなぎ止めてる。つまりアビスの力を完全に取り除けば山の王は永遠の眠りに落ちるということだ。過去の儀式ではアビスの力を半分ほど取り除くことで山の王を死なせることなく目覚めさせない折衷案を取ってきた。確かに具体的にどれくらい取り除けばいいか言われてなかったな。でも後で詳細を話すって言ってたけど。ならすぐわかるだろう。もし本当に山の王を殺そうとしてるなら、オイラたちどうすればいいんだ。 I think we're a little out of our depth here。 少しばかり刺激が強かったようだな。とりあえず知らないふりをするといい。トリニダードとの話が終わったら族長のところに来てくれ。取引がしたい。取引？They give me an offer I can't refuse。 悪くない報酬を出すつもりだ。お前らも多くの疑問を抱えてるだろう。それに答えるいい機会にもなる。 OK。 まあ待ってる。Can it just do? 違法の強者よ。よく来てくれた。ゆっくり休めただろうか。Yeah. Is that lady your wife? Man, god damn. ならよかった。こちらの準備も順調だ。あんたの功績を耳にした奴らもそれなりにいてな。族長を含めみんな承認してくれたよ。儀式はマリポの継承者が取り行うべきだと主張する者もいたが、そういった考えはあまりに古い。私たちは時代とともに変わっていかなければね。非日もやりたくないみたいだしな。ああ。さて、早速儀式の詳細を説明しよう。昨日は同化の儀式について伝えたが、今日教えるのは山の王を浄化する方法だ。So how does that work? 簡単さ。聖火を使えばいい。私たちは長年儀式をやってきたおかげで、その作業に慣れている。あんたにとってもそう難しいものじゃないだろう。そして肝心なのは、聖火を使ってなるべく多くのアビスの力を取り除くことだ。そうすれば山の王の眠りを確実に維持できる。本当に眠らせておくのが目的なんだよな。もちろん。過去の儀式では有価者がいくら力を尽くしてもアビスのエネルギーを一部しか取り除けなかった。この儀式を定期的に行わないといけない理由もそのためだ。その点、あんたはアビスに対抗することにおいて経験豊富。昨日も成果を見事に使いこなしていた。Not sure about that. Okay. あんたなら山の王の体内にあるアビスのエネルギーを全て取り除けるかもしれない。そうすれば、私たちはこれから長いこと脅威に怯えずに済む。It might not be evil in terms of like he just assumes, you know, anything else? こちらの要求を聞いても動じないとは相当自信があるようだな。他に注意すべき点はない。儀式は3日後だ。時間になったらまた。I could just assume that the more abyss is removed, the more sleep he will be for a long time. But I don't think he will know he would die. I assume. あとこれはついででいいんだが、もし部族の人が悩んでいたら手を貸してやる。But that one is you gotta pay extra, man. Ain't no way. みんなの悩み事を解決しなくちゃいけないのか？それで追加料金をもらうべきなんじゃ。ちょっとした提案さ。あんたみたいな英雄は部族内での評判を集めておくべきだろ。ここ数日は私も集落にいる。もし何かあれば。レディー、you're not even looking at your girl。チーニチの言ってた通りみたいだな。早くあいつのところに行こうぜ。来たか。チーニチ、トリニダードは。
ああ、わかってる。顔に書いてあるからな。旅人、パイモン。すまない。二人の出迎えに遅れてしまうとは。で、what's up? 局長としての職務をおろそかにしてしまったな。That's how they grapple around. It's the gauntlet. 話は昨日トリニダードから聞いた。But he's very different. I really assume the six unique one will combine to something. It's a pleasure. すでにキーニチから聞いてるだろうから、詳細は省こう。二人が開演の夜の儀式を執り行うことには賛成だ。ただ一つお願いがある。どうか、山の王に危害が及ばないようにしてほしい。かがり木の民の子供は、部族の英雄伝説を聞きながら育つ。炎を盗むユパンキ、アビスへ向かったブルキナと山の王。それらは、誇りと信念を与えてくれる貴重な歴史だ。山の王を殺すことは、私たちの精神を殺すことに等しい。もしそんなことになれば、ヤガミの国にいる先祖たちに合わせる顔がない。何なのことは気の毒だと思ってる。だからトリニダードを攻めるつもりもないけど、部族のためにも山の王にもしものことがあってはならないんだ。それはかがり木の民の根幹に関わるものだからね。どうか二人には慎重にこの件を考えてほしい。Is there no solutions for both sides?あるかもしれないが、まだ見つかってない。すでにいろいろと試しもした。ひとまず、今は二人の考えを聞かせてほしい。Let's sneak off. I need some time. わかった。儀式まであと3日ある。その時までに決めてくれればいい。そうだ、キニチ、さっき。旅人、パイモン。集落を案内する。ついでに少し話そう。そうだな。今は気分転換でもして、頭を整理しようぜ。Wanna tell me something? キニチ。キニチ、トリニダードに頼まれた時、お前がどうして受けなかったのか分かったぞ。厄介な頼みだって知ってたからだろ。しかも追加料金を理由にするなんてずるいぞ。I don't think so. 厄介なのは本当だ。それに理由も嘘じゃない。この件を解決するには別で代償が必要になる。What's the plan? 試してるところだ。Okay. 本当か？オイラたちにも教えてくれ。パイモン、俺に用があったんじゃないか？あ、そうだった。なんだっけ？なあ、そうそう、アハウのことだ。あいつ。Where is he? 確かにあいつは性格がひん曲がってる。だからある先生にしつけてもらうことにした。しつけろ？あいつが厳しくしつけられてるところちょっと見てみたいな。あれ？でもあいつの話だとお前たちはアビスの気配を調べてるとか言ってたぞ。この件と何か関係があるのか？ああ、それがまさに俺の試してる方法だ。俺はリューカリ人だが、時にアビスを狩ることもある。以前、紫の魔剣を追っていたら、ある隠された空間に足を踏み入れて、後で資料を調べると、そこは獣域と呼ばれる場所だと。We found. 獣域の規模は大小様々で、その紫の魔剣もそこから出てくるものだった。それがどう関係してるんだ？獣域を見つけ、その中のものを全て取り除き、山の王を入れてやれば生きていても部族を脅かすことがなくなる。いやいや、方法がちょっと雑すぎないか？本当にうまくいくのかよ。当然いくつか問題もある。例えば山の王が獣域に長くいた場合、状況が悪化する可能性も否めない。だが一時的な解決策とはいえ、今の俺たちには必要だ。それに部族内の対立は何も昨日今日に始まったことじゃない。族長はどうしても山の王を守りたいと考えてる。確かにワイナは山の王じゃなくて
あくまで部族の文化と英語を守りたいんだな。 But how you know you survived? ああ、だが一方でトリニダードは目の前のことや将来のこと、そして身の回りの人のことを大切に思ってる。これも理解できることだ。家族や友人の命を犠牲にし、過去の栄誉を守ったところで、それがいいことなのか、残されたものの代わりに答えることなど誰もできない。本当に難しいな。まあひとまずその問題は置いとくとして、仮にお前の計画通りに行動する場合、その獣域はどうやって探すつもりなんだ？あの犬たちって急に裂け目から出てきて襲ってくるけど、こっちから攻撃を仕掛けに行ったことなんてないぞ。Unless... 場所の検討はもうついてる。OK。なら、別の方法があるのか？ないけど。でも、アビスの力を利用すると、なんだか不幸なことが起きそうな気がして。山の王を今の姿にしたのだって、アビスの力だろ？他の人もきっとうなずいてくれないんじゃないか。もし不幸なことが起きたとしたら、それは払うべき代償だったということだ。この世のすべてには値段がついてる。炎を盗むユパンキだって例外じゃない。今回突如暴走したことによって部族内の対立はより激しくなった。一刻も早く解決しなければ誰も前に進めない。そうだな。ところで、お前が言ってた取引ってなんだ？オイラたち、アビスの力のことは別に詳しく。Are we? 俺のために時間を稼いでくれればそれでいい。有価者をやってくれと毎日説得に来るやつがいるんだ。だが、そいつらの相手で時間を無駄にしたくない。もし手を貸してくれるのなら、報酬も渡そう。報酬？その働きに見合う報酬だ。Okay, so what now? これまで同様、部族の人間に顔を覚えてもらう。そして、新たな有価者が来たと知ってもらえばいい。そうすれば、俺は儀式をやるよう言ってくる奴らを避け、獣域を呼び出す方法を考えるのに時間を当てられる。決行は儀式の当日。その日、山の王には住処を移ってもらう。めちゃくちゃだな。キイニチ、お前の冒険心ってどうなってんだよ。もし族長やトリニダードたちがこの方法に反対したらどうなるかちゃんと考えたのか？その時、あいつらはまた同じ陣営となって、俺はその反対側に立つだけだ。部族に必要なのはあいつらのようなリーダーだ。俺みたいな金で仕事をするリューカリ人じゃない。So more, no more up for you? 同意したってことでいいのか？ We can try. そうだな。もしかしたらこの数日間のうちにもっといい方法が思いつくかもしれないし。ああ。これからしばらく集落内を歩き回りながら部族の奴らを手伝ってくれ。有価者のお前ならきっと人気者になれるだろう。うまくいくことを祈ってる。キイニチに言われたように、今日はカガリギの民の集落に行ってみんなの注目を集めようぜ。フニ、山の王が厄介者ってどういうことだよ？だって人を傷つけたんだよ。それに何なのこと、もあれはただの事故だろ。山の王はアビスの汚染で病気になっただけだ。そうだけど、みんなを危険な目に遭わせてるのも事実でしょ。病人を悪者扱いするなんてどうかしてるぞ。さっきの言葉を取り消さないと、もう絶好だかんな。トバ、フニ、どうしたんだよ？フニが山の王の悪口を言ったんだ。山の王は英雄なのに。ふん、数百年前はそうだったかもしれないけど、今はもう違うでしょ。Hey now, calm down. 昨日はそうだったかもしんないけど、今はもう違うね。もういい。やっぱパパの言う通りだった。物事はいつも変化してるんだ。前を向かなきゃ。
昨日まで友達だったけど、今日からはもう他人ね。おいおい、二人とも喧嘩はやめろって。そうだ、いいニュースがあるぞ。旅人が今回新しく遊歌者をやることになったんだ。こいつが見事に儀式を終わらせて山の王の病気を治してみせるぞ。え、本当か？ Yeah, sure. My next book. パパが言ってた大事な話ってそのことだったんだ。この前お姉ちゃんたちが山を登ってく姿ってまるでキイニチお兄ちゃんみたいに頼もしかったもんね。そういえばキイニチお兄ちゃんはどこ行ったんだろう。確かに開演の夜には出ないのかな。オイラたちが呼んできてやってもいいぞ。でももしあいつがこんなことで喧嘩するお前たちを見たらきっとこっぴどーく説教すると思うぜ。そりゃまずいな。まだキイニチお兄ちゃんと話したことないのに初めての会話が説教だなんて。私だって本当は喧嘩したくなかったんだよ。山の王の悪口を言っただけなのにトバが突っかかってくるから。 Well, you two clearly care about each other. The modern king can't change that. そうだぞ。お前たちが友達じゃなかったらトバも竜の赤ちゃんを探すのを手伝ってくれなかっただろ。わかった。旅人のお姉ちゃんとパイモお姉ちゃん、あとキイニチお兄ちゃんに免じて謝ってあげる。トバ、山の王の悪口を言ってごめんね。パパはナンナのことを本当に大切にしてたんだ。ナンナがいなくなって私も寂しかったから。その俺さっきは言い過ぎた。俺も旅人のお姉ちゃんとパイモンお姉ちゃん、それからキイニチお兄ちゃんとナンナに免じて謝るよ。ごめんな。よしよし、これで仲直りだな。トバ、これからはもうあなたの前で山の王の悪口を言わないようにするよ。私パパが開演の夜で使う布を買わなきゃいけないからもう行かないと。また遊ぼうね、トバ。お姉ちゃんたち、またね。ああ、俺も家に帰るよ。またな。バイ。気をつけるんだぞ。あいつら仲直りしたけど、なんだか前ほど仲良しには見えなかったな。Time's really changing, huh?山の王の問題をうまいこと解決できるといいけど。他の場所も回ってみようぜ。ここで何してるんだ？ああ、ダンスの練習をしてるんだ。開演の夜で踊る最潮のやつをね。おお、開演の夜ってダンスがあるのか。せっかくだしオイラも踊れるようになりたいぞ。踊れないのか？そういえば見たことない顔だな。珍しい。しばらくは外から人が来ないもんだと思ってたけど。え、なんでだ？だってもうすぐ開演の夜だろ。早く手を打たないと山の王が目覚めるかもしれない状況だぜ。これは別に楽しいお祭りじゃない。部外者にとってはむしろ危険なもんだ。じゃあ今回の有価者が部外者だってのは知ってるか？ああ、それなら聞いたよ。でもこんなの初めてだ。ぜひそいつの顔を拝んでみたい。What are you looking at? Hello? なんだって？まさか君がそうなのか？へえ、これは驚いたな。今回開演の夜には参加しないから新しい有価者に会えないと思ってたんだけど、まさかこんな形で会えるとは。今日は本当についてる。開演の夜に参加しない？もしかしてお前も地元の人間じゃないのか？そんなわけないだろ。よく見てろ。
Yes. どうだ、結構イケてんだろ。ここ数年、開演の夜でいつも踊ってたからな。聖火の柱の下で踊る俺を大勢の女の子が見に来てたんだぜ。へえ、すごいな。でも、だったらなんで今回は参加しないんだ。いや、ほら、山の王の問題がちょっと深刻そうだろ。今や集落だって安全じゃない。この前もトリニダードの竜が悲惨な目にあったって聞くし、重要なのはこの問題をどう解決するかだ。上の人たちが解決案を出さないのは揉めに揉めてるからかもしれない。あと数日したら誰々があいつを怪我させたなんて話を聞くかもな。だからいっそのこと集落の外に出て冒険してみようかと思って。なんだかがっかりしてるみたいだな。いやいや、そんなことないさ。だって外に出るちょうどいい機会が手に入ったんだぜ。かがり木の民の男はいついかなる時も前を向くべきだ。どこに行こうと、この部族の出身ってのが誇りなんだぜ、俺は。 What's your plan? 実は竜の遺物研究会に連絡して簡単な試験を受けることになってな。研究に使えそうなものを一つ見つければ入会させてくれるそうだ。Isn't that a dancing people? From the event? 聞いたことないか？古代の竜を研究する愛好会で、ね、Or something else? その時代のものに目がない奴らなんだ。そういえば、君たちの前任の遊歌者と一緒にいる竜もその時代の遺物だって聞いたぜ。アーハウって竜の時代の遺物なのか？お、なんだ、キーニツとアーハウとは知り合いだったのか？じゃあ、yes. これは知ってるか？あいつらは謎に包まれたとある遺跡で契約を結んだらしい。研究会の人によると、そういう契約には大きな代償を伴うんだとか。なんか怖そうだな。ま、実際どうかはわからないけどな。でもそれが事実だったとしたら、耐えられるのはキーニチくらいだろう。あいつは契約や代償のことをよく理解している。間違っても損するなんてことはないはずだ。そういえばこの間外で変な壁画を見かけたんだが、そこに竜と人の姿が書いてあってな。もしかしたらあれは竜の時代に行われていた契約の儀式を記録したものだったのかもしれない。そういうのも竜の遺物に含まれるのか？あ、もちろん。あれを撮影できれば教会に入るための切符を入手できると思うんだが、最近はアビスの汚染がひどいだろう。それに壁画の近くで魔物が出たって話も聞く。物騒だからもう少し様子を見ることにしたんだ。お、でもただならぬ雰囲気を漂わせる二人なら手伝ってくれたりして。 How much you pay? 写真を撮るだけだろ。簡単そうじゃんか。普通の魔物くらい旅人の敵じゃないぜ。え、本当に手伝ってくれるのか？おう、今まで手伝ってきたことと比べたらこれくらいなんてことないぞ。おお、エンジン様よ、冗談じゃないよな。なんていい奴らだ。八神の国の開演も君たちは燃やせないだろうな。 Thanks。 そりゃもちろん。それじゃあお言葉に甘えて早速そこまで案内しよう。あそこが魔物に占拠された廃墟だ。ティアゴ、ちょっと離れててくれ。危ないからオイラたちが片付けてくるぞ。あ、俺も全く同じことを思ってたところだ。二人の足手まといになったらよくないしな。ベイビー、やるか。退路はない。聖竜降臨。我が輩の意向は比類なき者。今はどうも気分が跳ねない。ムスケラども、はいはい、きっちり代償を払ってもらうぞ。来た来た来た。
それかかったな。No, Pyro, I understand. Bomb him. Okay, cool.A little small.古代の壁画って壁一面に描かれてるイメージがあったけど、これじゃあまるで誰かが適当に描いたものみたいだな。でも一応聞いた内容とは一致するぞ。竜と人間が描かれてる。これが古代の契約の儀式なのかな。まあよくわかんないし、とりあえず写真を撮っとくか。うまく撮れたな。ティアゴのところに戻って見せてみようぜ。泥棒か。ポンセ兄さん、俺よりもついてないなんてな。心血を注いできた私の研究の賜物を全部あの前歯の抜けたやつに取られるとは。ティアゴ、ハロー。お前が撮りたかった写真ってこれで合ってるか？どれどれ？おお、バッチリだ！才能あふれる君たちにエンジン様のご加護があらんことを。ポンセ兄さん、紹介するよ。この二人が俺の言った新たな有価者。なかなかの腕利きなんだぜ。あの、もしかして旅人さんとパイモンさんだろうか？おら、yes. 知り合いだったのか？いや、会ったことないと思うけど。トバは私の甥っ子なんだ。あの時ね、あちこちであなたたちの話をしていてね。優秀で親切な二人にいろいろ助けてもらったと。それに今回の開演の夜もあなたたちが取り行うことになったそうじゃないか。トバのおじさんだったのか。よろしくな、ポンセおじさん。おいらたち、ここでも名前が売れ始めたみたいだな。その通りさ、ポンセ兄さん。彼女たちに会ったことがある人は誰もがその優しさを称える。ポンセ兄さんも相談してみたらどうだ。きっと力になってくれると思うぜ。そうだな、心血を注いだ著作だ。何としても取り戻したい。俺から説明しよう。ポンセ兄さんは古名を研修する学者でね、ユパン記の開演っていう本を書き上げたんだけど、数時間前に砲塔団に取られちゃったらしい。ここ数年間、数えきれないほどの遺跡を探索し、英雄の子孫を片っ端から取材してやっとのことで完成させたものなんだ。マリポについての解釈一つとっても部族によって違っていて、本にはその説を5つ以上記載している。そう、まさに希代の名著。しかし今朝、そのすべてが水の泡になってしまった。取材に行く途中、待ち伏せしていたやつに襲われ、カバンごと奪われたんだ。その中には本が入っていたというのに。どうやらその本とともにポンセ兄さんの魂も吸い取られたみたいでな。それで屍みたいになってこの辺をうろついてたってわけさ。二人の尊き客人よ、トバとティアゴを助けたように、どうかこの老いたガクトにも手を差し伸べてくれないだろうか。オッケー、ウェー。ほら、助けてくれるって言っただろ。ポンセ兄さん、運が向いてきたぞ。ああ、まだそいつがいるかどうかわからないが、その場所まで案内しよう。な、いた。この野郎、本を返せ。 What are you doing here? なんだ、あの貧乏人のおっさんじゃねえか。おめえを見てるとイライラしてくんだ。そのケツを木の穴に、なんだ、スケットを連れてきたのか。はっ、なら腕を見せてもらおうじゃねえか。くらえ、ヤガミの泥巻きや。
You seriously put a dirt on my eye? Lol. Nerd. おめえらが探してるもんは手元にない。だから勘弁してくれ。え？じゃあどこにあるんだよ。捨てた。Why？ 捨てた？あの貧乏人のおっさんのカバンにはボロボロの本とペン、みすぼらしい服しか入ってなかった。まさか一モラも持ってないとはな。そんで腹が立って全部捨てたんだ。半日の労働がパーサー。本当か？嘘じゃないよな。どこに捨てたんだ？さっきのところだ。エンジン様に誓って嘘はついちゃいねえ。もし嘘だったら、これまで手に入れてきた戦利品を怪煙に焼かれたって文句は言わねえ。 I don't think this scarf has the emblem of the tribe. I don't know which one, but 確かに嘘じゃないみたいだし、どうするか。Sure. そうだな。誰かに拾われてないといいんだけど。ウィッツトランでは、開演は英雄の象徴とされているが、一方で宿命をめぐる負の暗示も含まれているようだ。この点は。歴史に記録されている怪煙の持ち主の運命は最終的に異様な結末を迎えていることからも証明されている。まるで全てを超越した力が。 Are you sure you're awake, buddy? Or are you asleep? 代償を求めているかのようだ。生涯絶対に過ちを犯さないと、そう怪煙に誓えるものならまだしも、ユパン機の開演。孔明の研究をまとめた素晴らしい著作だ。こんなものを道端で拾えるとは。どれ、著者は？ポンセ。名前からもそのものの知性が垣間見える。たく、黙りやがれ、この本のゲス虫。偉大なるググルアハウにそんな騒音聞かせんじゃねえ。I'm surprised you never complain. 価値のある歴史が記されているというのに、お前は興味をそそられないのか。興味だと？笑わせんな。この本には驚くべき考察が書かれている。マリポという孤名を持つ者は不慮の死を遂げるとな。もしやこれは代償そのものの代償なのだろうか。何言ってやがんだ？キーニチが不慮の死を遂げるってことか？そうなったらやっとあいつの体を乗っ取れるな。偉大なるククルアハウに教えろ。その日はいつ来る？お前は悪党そのものだな。改心する様子が微塵も見られない。お前を比べると俺たちアビス教団でさえ純粋無垢な存在に感じられる。へっ、うぬぼれやがって。この偉大なるククルアハウと比べる資格がお前たちにあると思ってんのか？そんな資格を持つようになったら、お前たちが滅びる日も間近だろうな。滅びる？俺は無数の歴史を読破したことで悟った真理がある。すべての文明は時の流れの中で廃墟と化していく。古の王国、皇天の神倉、世外の欲度、すべてしかり、例外はない。だが、それらの廃墟で舞い上がった塵は、やがて時間の頭上で渦巻き、文明の精神となる。偉大なるクフルアハウ。お前はまさに古の時代の要人。お前を観察する機会を得るために俺はかなりの代価を払ったんだぞ。さあじっくりと観察させてもらおう。お前の体内に
あの時代のかけらがまだ残っているかどうかを。ごめん、ポンセおじさん。結局本は見つからなかったぞ。これまでの心血が全て無駄に。まあポンセ兄さん、そう落ち込むなって。ほら、自分で書いた本なんだから多少は覚えてるだろ。 Bro, you wrote an essay, man. A whole book. 何とか開演の夜の前までに書き上げたのは、部族の問題を解決する手がかりになると思ったからなんだ。だが、もう。 By any chance, that solved the problem for the Mountain King? 確信はないが、少なくとも参考にはなっていたと思う。本当か？ポンセおじさん、何かいいアイディアがあったのか？ああ。マリポの力が問題解決の鍵になるだろう。でもポンセ兄さん、コメイに何の力も宿ってないのは周知の事実だろう。まあ精神的な力は別として。その通りだが、マリポは例外だ。マリポは初代エンジンの時代に由来するものだから、シュバラン家様の力がまだ残っている可能性が高い。確かに子供の頃じいちゃんからそんな話を聞いたな。けどさ、俺が5、6歳の時に信じてた話だぜ。その年になってまだ信じてるのか？嘘じゃないぞ。ちゃんと証拠だってあるんだ。証拠って？山の王が今なお生きておられることが証拠だ。アビスによる影響だと皆思っているが、それは一つの要素に過ぎない。英雄ブルキナがマリポの力を召喚したことこそが決定的な要因だろう。だがその代償として彼は自らの命を差し出した。信じないというならこう考えてみろ。アビスの力に汚染されたのにかえって寿命が伸びた。普通に考えてありえないことだろう。旅人、ちょっと状況が違うけど、なんかひるちゃん。シャラ。マリポとは代償との引き換えを行う不思議な儀式を指しているのではないかというのが私の持論だ。初代エンジン様に由来し、大同盟時代の終焉とともに八神の国に埋葬された。それはきっとコメイの主が再び呼び戻してくれるのを待っているに違いない。落ち着けてポンセ兄さん、なんかどんどん鼻息が荒くなってるぞ。ああすまん。とにかく研究でたどり着いた結論を携えてキーニチを訪ね、今回の開演の夜に参加するよう頼むつもりだった。自分の妄想が正しいことを証明するためにまた別の妄想を生み出したとしか思えないがな。あれ、キーニチ、なんでお前がここにいるんだ？さあ、ああ準備が大体終わったからお前らと話でもしようと思ってな。今いいか？キーニチ、具体的な方法は私も模索中だが、どうか開演の夜に参加してくれないだろうか。ポンセおじさんは開演についていろいろ研究してるみたいで、お前なら問題を解決できるかもって言ってたぞ。ポンセ、わかった。開演の夜には参加しよう。さ、行くぞ。ここで話そう。So... ああ明日試そうと思うんだが、付き合ってくれないか？じゃないと開演の夜までに間に合わない。ポンセおじさんが言ってたことは考えてみないのか？具体的な方法は模索中だとあいつ自身も言ってただろ。今はもっと現実的なやり方で着実に進める必要がある。なんかお前実は結構あいつの話を信じてるんじゃないか？おいらの気のせいかな。今はノーコメントだ。ただ500年前の戦争について俺はもう一つの事実を知ってる。ブルキナが死んだ原因はアビスじゃない。彼は意識の乱れた山の王によって殺されたんだ。だが死ぬ直前であっても彼は一切抵抗せず、自分の血と力を山の王に渡した。
山の王のような強大な存在の方が部族にとってより価値があると判断したのか、それとも単なる友情からだったのか。もしその犠牲によって開炎が召喚された、あるいはその犠牲こそが開炎の力の表れだとすれば、俺は納得する。キニチ、とんでもない量の情報をそんなさらっと言うなよ。これは度重なる儀式を通じて山の王と接触し、その混乱した意識の中から俺が少しずつ感じ取ったものだ。お前らがトリニダードから聞かされた物語は、実は都合のいいように少しだけ調整されてる。山の王の意識の中にあったのは混乱だけじゃない、苦痛や屈辱もだ。そしてそこから解放されたがってるようだった。そうなのか。じゃあどうすればいいんだ。あいつを解放してやるべきなのかな。いや、当初の計画通りスミカを移ってもらう。 So he hasn't changed。 現実的に考えてこれが唯一の答えだからな。山の王は部族が誇る英雄で、人々の心の支えでもある。その偶像は決して倒れてはいけない。だが奴が原因でたびたび悲劇が起きてるのも事実だ。これ以上悲劇が繰り返されないよう食い止める必要がある。現実的に考えるのってすっごく頭が疲れるぜ。これからはほどほどにしような。実験にちょうどいい場所を見つけてある。明日は頼んだぞ。 Tomorrow。 来たか。時間ちょうどだな。おお、なんだ、我が従者の悪友どもじゃないか。この前の無礼を謝りに来たのか。今度こそ我が輩を拝みたいのだな。ふん、よかろう。我が輩の足に口づけするといい。偉大なる聖竜ククルアハウを崇めることを許そう。クンジキーニチ、こいつに教育係をつけたんじゃなかったのか。全然その成果が見えないんだけど。偉大なる聖竜ククルアハウを教育するだと。そんな資格を持つ者などいない。 How you handle him? パイモンみたいな優しい仲間と出会ったことがないからかもな。おいら褒められたのか。そう、ああ、こいつとパイモンを比べてやっとその差が分かった。キーニチってめえ、一滴の唾液で溺れ死ぬような空飛ぶアリンコを偉大なる聖竜ククルアハウと比べるなんて血迷ったか。お前が死んだらその亡骸をめっためったにしてやっからな。そんでお前の名声に泥を塗りまくってやる。旅人パイモン、そろそろ本題に入ろう。獣域が開いたらこいつも投げ入れてくれていい。絶対そうしてやるぞ。これはある取引で手に入れた装置だ。基本の役割は獣域ハウンドを引きつける餌だが、アビスのエネルギーを安定させる効果もある。餌に釣られた獣域ハウンドが空間を切り裂いて出てきたら奴らを片付ける。その後、その空間の裂け目を利用するんだ。How did you get it? 時期にわかる。早速、試すとしよう。I think this is a bad idea, my guy. Especially with the beast. 来たぞ。Now I go. 奴らは列車を忘れるのが得意だ。気をつけろ。うわぁ、もっと大きいやつがいるのか。はい。キーニチ殿、どうだ、その装置は俺が言っていたよりも使い勝手がいいだろう。
はい。やっとその姿で現れる気になったか。取引が終わったなら、お前との関係も次の段階に移るべきだろう。偉大なるクフルアハウの期待に応え、お前の体を奪いに来たのだよ。物語でよくある展開さ。仲間に裏切られた勇者は絶望の末、アビスの前に倒れてしまう。あれ、炎上ちゃんか。なんだと。どうしてお前らがここに。キイニチとの話が違うじゃないか。旅人、What? これがお前への報酬だ。アビス教団について調べてるんだろ。お前が知りたい情報をこいつから引き出せるかもしれない。ところで、お前らは知り合いなのか。 I can do it again。 たったそれだけか。冷たいな。久方ぶりの再会を喜び、いや久しぶりと挨拶を交わすものだと思っていたんだが。何言ってんだよ。小説の読みすぎじゃないか。 OK。 なるほど。世の中は常に変化し、何一つ過去にとどめることはできないのだな。実に残念だ。では改めて自己紹介しよう。今回俺のことは山下と呼んでくれ。山下？あ、そういうことか。フニとトバを言いくるめて物語を聞いたおじさんってお前のことだったんだな。Can you just tell me your real name? 名前とは表層的な代名詞に過ぎない。俺の最たる本質はとうにお前らに明かしたはずだ。 You mean the masochistic parts? そうそう。のこのことオイラたちの前に現れたのも、殴られないと体が凝り固まっちゃうからだろう。お前のことは気に入っているが、今回はやめておこう。お前は時々手加減というものを知らないからな。 Were you always like this? I forgot. What are you doing here? あ、そうだった。この辺で起きたアビスの災いはお前の仕業なんだろう。もしかして山の王の問題にも絡んでないよな。言ったはずだ。殿下のそばをうろちょろしている奴らと違って俺がこだわっているのはどうでもいいことだ。 Yeah, I think I remember that. 俺のようなはぐれ者は過去の歴史から真相を掘り出すこと以外何もやることはない。 I mean, I would know, man. 俺が調べた限り、こいつは確かに通りかかっただけで、ここ最近の件とは関係ない。それで取引をしたんだ。獣域を召喚する方法を聞く代わりに、しばらくの間歴史の研究をさせてもいいって条件でな。だが取引は終わった。キイニチ殿が俺を引き渡そうと企んだように、俺もキイニチ殿の体を奪う機会を伺っていたのさ。そうすれば偉大なるクフルアハウを研究する時間が稼げる。しかしここに来てお前らとばったり会うとは何とも運が悪い。もしや俺が何か悪いことをして開演に代償を求められているのか。 Bro, you just trick a bunch of kids. 何？そんなことまでカウントされるのか。 Bro, あの日は確か、アハウ、お前アビス教団と手を組んでキイニチを裏切るなんてどこまで腐ってんだよ。我が輩の世界に裏切りなどという言葉はない。尊き聖竜クフルアハウは誰の仲間でもないのだ。心配するな。アハウには餌になるよう俺が頼んだんだ。結局釣れたのはこの役立たずだけどな。アビス教団だっけか。完全に期待外れだ。従者のキイニチごときに手こずるとは。何日もこいつの騒音に耐えてきた甲斐がないぜ。炎上、ここ数日のアハウへの教育はあまり効果がなかったみたいだな。仕方がないだろう。アビス教団はアビス教育団ではないのだからな。
ゴミ教育団にでも改名したらどうだ？キーニチ、こいつはもう使い道がねえ。やっちまえ。旅人はどう思う？いっしょ。Yeah, I chat to all of us. Buddy pal, I beat you before. Didn't I?追いかけなくていいのか？構わないさ。今はあいつにこだわる必要はない。それにかなりの負債を抱えてるようだ。返済の時間くらいくれてやろう。そういうならオイラもいいけど。でもキーニチがアビス教団のやつと取引するなんてちょっとびっくりしたぞ。あいつの言葉を借りるなら、名前はあくまでも表層的な代名詞だ。アビス教団であれ、アビス教育団であれ、いずれも大雑把な呼称に過ぎない。木から落ちたリンゴだって、一つずつ味を確かめれば、売れ具合が全く違うことに気づく。そして、風に吹かれて落ちた果物でも、醸造を経れば特別な風味の美酒になりうる。あらゆるものには、それぞれ使い道があるということだ。なるほど。確かに炎上のやつまだそこまで売れてなくて、極悪ってほどでもなさそうですね。当たり前だ。極悪って言葉はこの偉大なる聖竜ククルアハウのためにあるようなもんだからな。 Just annoying。 お前は一体何なんだよ。お前みたいなひねくれ者見たことないぞ。どうせこいつには何もできない。安心していい。You sign a contract? ま、そんなところだ。あのさ、そういった契約には恐ろしい代償がつきものだって聞いたんだけど、本当なのか？アハウがハゲワシみたいに虎視眈々と俺の体を狙ってることか？ハゲワシとはなんだ！竜の頂点に立つ烈焰の国の至高なる領主だぞ。まあ今日はもう遅い。この続きはまたの機会にしよう。帰ってゆっくり休んでくれ。正念場は明日の夜だ。何しろお前らは500年前の戦士のために聖火を灯し汚れを払うことになるんだからな。おお、なんか急に緊張してきたぞ。ここまで来たんだ。なんとしてでも山の王の問題を解決しないとだな。ならもう一度言っておこう。うまくいくことを祈ってる。どうだ。あ、またな。オッケー。まだ帰らないのか。プープーズバー以上。あいつに相当興味があるみたいだな。確かに。アハウは竜の時代の遺物で俺と契約を結んでる。まあとりあえず俺の仲間だと思っておけばいい。あんな性格をしてるが、俺がいる限りあいつが害をなすことはないから安心してくれ。 As long as you're well? ああ、俺が生きている間アハウは俺の命令に従い俺に力を貸す。これが契約における重要な項目だからな。その代償として俺が死んだ後の体はアハウの手に渡る。おかしく思うか？アハウと契約を結んだ時、俺は初めて代償の意味を理解できた気がした。その後、oh. マリポという子名を授かったんだ。だがこれはまた別の話だ。いずれ時間があったらゆっくり聞かせてやろう。I'm here, aren't I? Just tell me. See. まだ帰らないのか？わ、エンジョル。慎重だな。安心しろ。俺の調査に不備はないはずだ。あいつは山の王の騒動とは関係ない。奴は今回の件が起こる前から
人弱界に関する情報を調べてたようだ。その人弱界というのもナタの歴史の重要な一部でな。先祖ブルキナは5人の英傑と共に人弱界に赴き戦ったという。だが今じゃそう簡単にたどり着ける場所じゃなくなった。俺が知ってるのはこれくらいだ。まだ人弱界に関する依頼は受けたことがないからな。おお、待っていたぞ。ここ数日あんたたちにいろいろと助けてもらったと皆が口を揃えて言っている。噂を聞いた若者たちも新たな有価者にぜひ会いたいと騒いでいるほどだ。ひひ、後で儀式で会えるぜ。オイラたちも早く山の王の問題を解決したいんだ。今のままじゃみんな困るからな。そろそろ時間だ。準備ができたら儀式の会場まで案内しよう。あ、しょうや。よし、出発だ。ここだ。おお、来たか。ここ数日君たちの活躍を耳にしてるよ。今夜を無事乗り越えたらちゃんとお礼をさせてほしい。気にすんなって。こんなに広い場所を用意するのだってかなり苦労しただろ。オイラたちのことにまで気を使わなくていいぞ。山の王の問題を解決するためならどんな礼だってするさ。確かに問題は解決しないとならないが、烈焰も火種からというし、一歩ずつ進まないと。族長の言うことはもっともだが、もう随分と長い間その一歩すら踏み出せていないじゃないか。それに今回の開演の夜は参加者がだいぶ減っている。気づいていないのか。急に決まったことだから外にいる人たちは儀式に間に合わなかったんだろう。そうだとしても。旅人パイモン、調子はどうだ。キーニチ、やっと来てくれた。族長トリニダード、前任者として旅人にいくつか経験則を伝えておきたい。少し旅人と外していいか。構わないが、なるべく早くしてくれ。君たちが戻ってきたらすぐ儀式を始めよう。あっちへ行こう。儀式の流れについては教えてもらったか。確かトリニダードに教えてもらったけど、あまり覚えてないな。空飛ぶアリンコは脳みそまでちっちゃいんだな。聖火にその口を焼かれたくなければ今日はおとなしくしてろ。チッ。あそこに聖火の柱があるだろ。種火を取ったらまずあの聖火の柱に火をつけるんだ。次に山の王が眠る洞窟に入り、道沿いにある松明と最終地点にある祭壇に火を灯す。それで一通り完了だ。聞いた感じ難しくなさそうだな。そう、進歩。工程自体は簡単だが、これだけは絶対に忘れるな。途中で引き返してはいけない。つまり目標を飛ばしてしまっても火をつけるために戻ったりはできないんだ。振り返らずに前に進み続けること。このルールを守らなければ先祖への冒涜とされ、開演の祝福が得られなくなるばかりか、最初からやり直すことになる。But okay. 流れの要点を図にまとめた。参考にするといい。あ、sure. だ。儀式の間、キーニチは何してるんだ？俺もお前らに同行するつもりだ。聖火の祭壇に火が灯ったら、俺は獣域を召喚する。召喚の方は気にしなくていい。俺に任せてくれ。おお、流れをしっかり頭に叩き込んで、完璧にやり遂げようぜ。Shall we? こっちはいつでも構わない。だが、フニたちも来てるようだし。少し話してきたらどうだ。緊張がほぐれるかもしれない。
準備ができたら族長のところに戻ってくれ。オッケー。旅人のお姉ちゃん、やっと会えた。孔明を持つ者が儀式を執り行うべきだと思ったことは事実だが、昨夜やっと考えを整理できたんだ。マリ、それに今夜の開演の夜は異邦人が行う初めての儀式の様子。旅人のお姉ちゃん。Thanks。There is... あ、はい。サプライズ。俺が来るとは思ってなかったろ。荷造りを終えたところで、ふと壁画の写真を撮ってくれた俺。リラックス、リラックス。マリン。旅人のお姉ちゃん。今日はいつもよりずっと素敵だね。この儀式を成功させて。Cool。山の王がみんなをいじめないようにしてくれる。きっとうまくいくよね。余計おめん。違法の強者よ。ただこれだけはしっかり覚えと。あんたなら。OK めん。準備できたかな。Yep。 では頼んだよ。くれぐれも私が言ったことを忘れないように。王日の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至れり、すべては振り返らぬ命のため。かがり木の民よ、今ウィッツトランの開演の夜を再び灯さん。種火を取るんだ。いい出だした。動きに無駄がない。よし、見事だ。頑張れ。もう半分まで来た。よくやった。あと一つだ。この先に最後の聖火の柱がある。気を引き締めていこう。さすがだ。聖火の柱はすべて灯った。峡谷を下れば山の王が眠る洞窟に着く。もうすぐだ。この先が山の王が眠る場所だ。アビスの気配が濃くなってきたな。まずこの辺りの汚れを浄化しよう。おわお。これは必要か。No, did not count. Okay.Unless...What?
Is this? Close. I hate you. これは必要か？あれが最後の聖火の祭壇だ。まず周りの松明を灯してくれ。100年前の古代ユムカリウの王コンガマと強大な力の持ち主だ。本当にでっかいな。起こさないよう気をつけないと。Should we pretend? ついにここまで来たか。なんて見事な手際だ。Okay, now my 次が儀式の最後であり、最も重要な部分だ。旅人、聖火の力を使って山の王のためにアビスの汚れを浄化してくれ。いや、今回は不要だ。なんだと？アビスの力が濃くなってきたぞ。あれはなんだ？キーニチ、何をするつもりだ？あれは獣域の裂け目。族長トリニダード、ここから先は危険かもしれない。少し下がっててくれ。一体何をする気だ？解決するのさ、山の王の問題を。まさか獣域ハウンドに山の王を殺させるつもりか？やめろ、そんなの不可能だ。バカなバッタ人間だな。見てわかんねえのか？山の王を獣域にねじ込もうとしてるんだっつうの。なんだって。悪いな、族長トリニダード。だが方法はこれしかない。山の王の無事を保証できるのか？保証はできないが自信はある。旅人、どういうことだ？約束通り山の王が持つアビスのエネルギーを浄化してもらうぞ。
I don't know, man. I don't know, man. そういうことか。あんたたちは最初からグルだったんだな。Well, he got more powerful, I think. このオイボレ、何しやがる？まずい！召喚装置が壊れちゃったぞ！あんたたちのせいだ。トリニダード？何してんだよ！まずい！山の王が目覚めたら、さらに死傷者が出る！ここは引くぞ！急げ！あんたたちの目を覚まさせるにはもっと犠牲を払う必要がありそうだな。山の王よ、私がこの身を捧げよう。What was the plan there, Betty? Oh. 外にはまだ人がいる。ここで山の王を止めないとな。力を貸してくれ。冒険だ。ああ。よし、出発だ。くらえ。ロイスラーバー。五時の炎。火に気をつけろ。みんながそばにいてくれれば。山の王が吐き出す身をよく見ておけ。それを使って俺がいい調子だ。さあ炎の盾くらえ。の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至れり、すべては振り返らぬ命のため。ウルキナか、この罪を償おう。焦るな、我々のすべての所業を必ず炎が審問するだろう。もし俺が遅れを取っても決して振り向くなよ。今と同じように前へ進むんだ。恥辱を胸に前へ進め。それこそが払うべき代償だ。開炎の継承者よ、この残された体を使いより多くの勇士を育ててくれ。このガマ島の石はこれからも突き進もう。アビスを踏み潰すその日まで。 Cool. I don't know what. Okay. I don't know why it was. It didn't sound like an animal at some point. I'm like, huh, it's talking.
おお、旅人、ちょうどいいところに来てくれた。いい知らせがあるんだ。トリニダードの容体は峠を越えたよ。全身に火傷を負ってしまったが、なんとか一命は取り留めた。はあ、よかったぜ。それにしても、かがり木の民ってみんな突発的に行動しちゃう癖でもあるのか？キーニツといい、トリニダードといい、もしかしてそれがあいつらの冒険心ってわけじゃないよな。目の前が霧に覆われていても進むことを恐れないというのが我々部族の特徴だからね。Is Kenneth okay? ああ、変わりない。ただ、山の王に不可解な現象が起きていてね。その様子を見に行ったよ。実は昨日の件の後、山の王の体表を透明な殻が覆うようになったんだ。原理は不明だが、どうやらアビスの力を遮断する効果があるらしい。まるで血が乾いた後にできるかさぶたみたいに、アビスの力が山の王の体外に溢れ出すことも、逆に外から体内に染み込むことも防いでいる。私たちもこんなことは初めてでね。部族で一番経験のある年長者によれば、それは山の王が聖火に焼かれたことによる産物ではないかとのことだ。燃えた木が炭になるのと同じようにね。確かにその通りかもしれない。何せ山の王を聖火の中に放り込むなんて、これまで一度もしたことないからね。アビスの力を遮る、それっていいことなのか？ああ、今の状況からすればベストだよ。山の王のアビスの力が安定すれば、年に一度の浄化も必要なくなるからね。おお、そりゃよかったぜ。 Was it really just the power of the secret blend though? 言いたいことはわかる。実は部族の若者の間でも話題になってるんだ。昨日の開演の夜はこれまでのものとは全く違う儀式だったとね。君とキーニチが召喚したあの大きい透明な炎は、無数の伝説で語り継がれてきた炎そのものだった。山の王を助けたのはまさにその炎だったんだろう。おお、つまり開演の力のおかげってことか？私はかがり木の民の長ではあるが、開演については物語で聞いた以上の知識は持っていなくて、だからその質問にも答えられない。けどマリポの持ち主なら君たちの質問に答えられるかもね。山の王の洞窟に行けば会えるはずだよ。なるほど、キーニチのことだな。あいつがどうしてるかも気になるし、行ってみようぜ。よっ、キーニチ。よん。旅人にパイモンか。具合はどうだ？昨日はよくやってくれた。キーニチもな。お前が炎の中に飛び込んだ時はほんとヒヤヒヤしたぞ。悪い、心配をかけたようだな。聖火に焼かれる山の王を黙って見ていられなかったんだ。で、お前の草元素力で聖火を消そうとしたのか？偉大なる聖竜クフルアハを笑わせるためのジョークかと思ったぜ。聖火に宿るエンジン様の力はわずかなものだ。それでも真っ向から勝負しようなどとは思ったことない。キーニチ、お前まさかあの時もう覚悟を決めてたのか？覚悟？ブルキナと同じように犠牲になる覚悟か？そういうわけじゃない。俺はただ山の王は死ぬべきじゃないと思っただけだ。代償のことは別としてな。どうしてそう思ったんだ？だってその山の王を助けたのは開演の力なんじゃないかって噂を聞いて、ポンセおじさんの話だとキーニチが昨日やった儀式は代償を払ってやるものなんだろ。だから自分の命を犠牲にしようとしたんじゃないかなって。お前らもその噂を聞いたんだな。さあな、残念だが俺にも確かなことは言えない。昨日みたいなのは初めてだったからな。キーニチにもわからないならこの謎は解けそうにないな。だが
もし開炎の力が本当に存在するなら、山の王が自ら召喚したものだと俺は信じたい。や、山の王が？じゃああいつが払った代償って何なんだ？真の代償とは食材や賠償ではなく、何かを得るために事前に払うものだ。苦しみを背負って前へ進むことは命を差し出すことよりも辛い。だがブルキナと全てのかがり木の民のために山の王は前者を選んだ。これが奴の払った代償だ。そうなのか。ところで山の王は今どうなってるんだ？体の方は心配不要だ。縄張りに入ってきた者には戦闘態勢を取るが、攻撃性はだいぶ和らいでいる。それに前のように闇雲に襲ってくることもなくなった。昨日奴が言ったように、その体を試練に利用するつもりだろう。You said health-wise, is something bothering you? やつと意思疎通を図ってみたが、何の反応もなかった。ふん、この偉大なる聖竜、ククルアハウが断言してやるよ。あのバッタの王は、今や魂の抜けた腐った木でしかねえ。肉体と戦闘本能は、アビスの力で保たれちゃいるが、その魂は500年の歳月をかけて、とっくに粉々になっちまったのさ。でも昨日は正気を取り戻してたよな。あれは今はの際のみみっちい執念だな。ま、人間だって死期が迫ってんのに一時的に元気になることがあんだろ。それと同じだ。おい、そんな言い方ないだろ。きっと山の王は過去の悲しみを乗り越えて前に進むのを決心したんだと思うぞ。今は先のこととかを考えるのに精一杯で、オイラたちに構ってる暇がないだけだ。少なくともこれで部族の人間は前に進める。礼を言う旅人、お前には借りができた。そうだ、ゲス。そうそう、援助を引き渡してくれたろ。だがあいつは全く役に立たなかった。それじゃお前らが損する。あいつが役立たずなのはお前のせいじゃないからいいって。それにオイラたちもう友達だろ。そうかしこまるなって。友達なら借りはもっと大きくなる。なおさら礼を書くことはできない。もし力になれることがあったらいつでも俺を呼んでくれ。お前のためなら惜しまずこの力を貸そう。What? これではフニちゃんだけが悲しむ結末ではないか。うん、みんな喜んでるけど私はそんなことない。ナンナにパパまで。どうして私の家族ばっかり傷つかないといけないの？フニ、おじさんの怪我はきっと治るさ。だからそう落ち込まないでくれよ。トバは友達だから。こんなことトバの前で言いたくないけど、これも全部山の王のせいだからね。なんだと？待て待て。そうだ、もしお前たちが喧嘩をやめてくれたら、ご褒美におじちゃんが物語を聞かせてあげよう。そんな嘘つきを見るような目をしないでくれ。先日、危うく開演に眉を焼かれそうになったんでな。慌てて負債を返しに来たんだ。ま、そんなことはいいとして、早速始めよう。かがり木の民にまつわるもので、おじちゃんが一番好きなのは何か知ってるか？何？エクストリームスポーツだ。はあ？おじちゃんがここにやってきた日、空から何かが落ちてきて頭にぶつかったんだ。聞くにあれはバンジージャンプというものらしい。確かに危険なスポーツだが、
その勇敢な姿はおじちゃんの心を一瞬でわしづかみにした。それから彼女とは友となり、その怪我を治してあげたんだ。山下おじちゃんは友達思いなんだね。ああ、もちろんさ。だが、幸せな日々は長く続かなかった。おじちゃんはある強い敵に捕まり、彼女に会えなくなってしまった。その敵のところで、おじちゃんは見下され、罵られ、さらには報酬としてある人に渡されそうになった。あの屈辱と言って、思い出すだけで胸が苦しくなる。どうして俺ばかりがこう傷つくんだ、とおじちゃんも思ったよ。本当に辛いことばかりだ。だが、おじちゃんはそれに耐え、その過去をすべて乗り越え、ついに友と再会を果たした。それで終わり？前を向きなさいって言いたいんでしょ。でもそんな物語もう古臭いよ。山下おじちゃんって先生に向いてないね。ウニちゃんは賢い子だが、まだまだだな。物語には続きがある。おじちゃんは友と再会し、彼女の傷も治った。今彼女はとても家族に会いたがっている。だからフニちゃんにも彼女に会ってもらいたいんだ。振り返ってごらん。また騙そうとしてるんでしょう。今度は引っかからないからね。ダン。Okay, maybe Angel is not a bad guy. Man, Abyss. Such a confusing thing. Oh well. I always see this camera. Where is the camera at? You're not here. Yeah. What the hell?What is this?Well, see you next time. Bye.